南東側の入り口から入りました。今 2.05 ミリシーベルトパワーは特段ひどく破損したものは何も見えません。現在原子炉建屋は南東側の階段の元に来ました。階段下5ミリシーベルト。5ミリ？はい。5ミリシーベルト。じゃ、若干瓦礫が上から落ちてますが大したことはないです。急いで上がります。次は6ミリです。起爆線量を下げるためにできるだけ身長が上がります。2階です。15ミリシーベルトパワーです。あれなんでここから上がらないんだ。はい、気をつけて、気をつけて。はい、これから3階に向かいます。線量は10ミリシーベルトパワーです。瓦礫が少し大きくなってきました。1階よりは量が多いです。5ミリシーベルト1個下がりました。ただ大きな瓦礫もだんだん見られるようになってきています。シーベルトパワーはここに金属の落ちた影があります。金属片が落ちてるので引っ掛けないように手すりホールド。かなり瓦礫が落ちています。東南側階段3階のフロアに到達しました。今から西側の宇宙館の道に進みます。ここが CWU 保持ポンプ室です。線量2ミリシーベルトパワー。ここの線量は低いです。2ミリシーベルトパワーです。扉は内側に向かって曲がっていますが、そうひどくありません。で、下に金属が落ちてます。これはどこ？この上かな？この上のところにあったスキルではないかと思われます。高保帯大丈夫ですか？前へ進みます。ここは瓦礫とかはありません。線量3ミリシーベルトパワー。線量3ミリシーベルトパワーです。この通路を抜けると線量が上がるものと思われます。ここの扉も内側に向かって膨らんでいます。10ミリシーベルトパワーです。ここは原子炉建屋3階の、西南角に当たります。落下したものがたくさん見られます。線量上がります。この辺は線量が高いです。はい、みんな引っ掛けないように落ち着いて。これは物上げハッチです。ここに物上げハッチがあります。物上げハッチ周りは16ミリシーベルトパワーです。いろんなものが下に落ちていますがよく見えません。
ただし、この付近の方が、つまり物上げハッチよりも西側から北に向けての部分の方からたくさん上に落下物が見えます。ここに障害物があります。引っ掛けないように通過します。通過します。運動は30ミリシーベルトパワーになってます。床面にかなりのものが落ちています。そこに行ってた方がいい。壁際であるもんだ。ここね、壁際やっぱりこれコンプレックスのちょっと熱光室だから、熱光室の上だね。これ熱光室の上、燃料が高い？こっち向けが高い？そう、ミリシーベルトパワーは燃料高いんで、燃料高いんで離れてください。できるだけ下げてください。はい、燃料部が、これはここが下がっています。砂漠に一緒に移動しながらちゃんと話し合うものを取ってくださいね。よし、格納機に近い側が下にかなり下がってます。爆発の影響を受けているのか下がっています。この上の部分が大きく破損をしています。上の階まで見えていて、ここの部分は壁が床が破損をして貫通しています。諦めてください。はい、はい、戻りますよ。はい、この真上を取ってください。真上、これ貫通しています。上との関係はよく分かりません。床面もかなりの陥没が見られます。なったら終わるんですよ。
これはダクトですかね、これは。ほら、よいしょ、ほら。はい。あら、帰ってきてるか。はい、そこ、もう終わるな。難所を通り抜けるのです。行け行け行け。通り抜けました。非常に突起物が多くて心配です。急いで抜けます。下がれば線量はかなり低くなります。後方部隊がヘリコプターの確認をします。はい、戻ります。